ラオスのプロフェッショナルの方が多いので、今回はちょっと形を変えて、観光っぽくお話ししたいと思います。まず、写真左側ですね。これがビエンチャンの街中の写真です。これは、ラオプラザホテルっていう5つ星ホテルのそばにあって、見たことがあるなという方もいるかもしれないです。私が初めてラオスに行く前は、もっと何にもないイメージだったんですけれども、まあ、高いビルとかはないんですけど、観光客向けのカフェとかホテルが多いなという印象でした。で、写真右側がのようなコンビニもあります。これがラオスのメジャーなコンビニなんですけれども、日本みたいにレトルト商品とか売ってないんですけれども、それ以外は売ってるものは大体同じでした。次お願いします。ありがとうございます。で、次がラオスの食事です。と、左側にあるのが、これはこの写真のは中華麺なんですけど、カオピアックっていう米の麺の料理が定番の料理です。このザルに入った野菜をちぎって麺に入れて食べたりしてます。で、右側が、ビアラオですね。暑い国なので氷を入れて基本飲んでます。で、これ写真のは1リットルかなぐらいのサーバーで、結構量が多いんですけど、薄めて飲むので結構みんなグビグビ飲んでました。で、次お願いします。あれ、ありがとうございます。はい、あと次が東南アジアといえばなんですけど、ナイトマーケットです。この写真のはサワナケットっていう南部の県にあるナイトマーケットなんですけど、まあ、やっぱりどこの県も大体同じような感じで、飲食店とか、あとお洋服を売ってるお店が多いです。あと、右側がラオスの夕日なんですけど、本当に綺麗でした。大体夕方5時ぐらいになると、この景色を見ることができます。では、ラオスについての説明は以上です。それでは次に、本日お話ししていただくのりえさん、フラワーアーティストののりえさんについてです。のりえさん、プロフィールをお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私はですね、北区の西ヶ原というところで今お花屋さんを経営させていただいているんですけれども、母から継いで、今お店というかアトリエのような形にはなるんですけれども、小売業というよりは、そうですね、ディスプレイが主になってます。後ろにこうちょっと大きなのが見えますかね。あれもちょっと作品の一部で分解しないで撮っておいたものなんですけれども、ああいったディスプレイのお仕事をしていることが多いです。あとは、そうですね、コンペに、に、えっと、2000、16年のコンペかな。その時にちょっと日テレさんとかに取材していただいたりとかしていました。あと最近、その ADDP と関わらせていただいてからリメイクドレスということもさせていただいておりまして、最近ではソプラノ歌手の広瀬文香さんという方のドレスをちょっとアレンジさせていただきました。あとは、ADDP との関わりをお話ししたらよいですか？ こちら、どうしよう。じゃあ、一旦お話ししてまた後で、それもお話ししましょう。ありがとうございます。私ものりえさんのお店に行ったことあるんですけど、すごい素敵な空間でした。のりえさん、すごい幅広く活躍をされてるんですけど、次のスライドお願いします。はい、そう、そのラオスでの活動を、主に2つ行ってくださっていて、1つが本日のメインテーマのラオファッションウィークですね。初めてが2016年ですかね、今から5年前でそうすでよすね、ね。確か。はい、ですよね、に、最初に来ていただいて、で、あともう1つが園芸の専門家としても、フアパン県っていうラオスの北部にある、本当にちっちゃい13人乗りぐらいの飛行機に乗っていかない、乗らないといけないような場所でも専門家として
来ていただきました。はい、次お願いします。はい、ではお話しゃべり場に移りたいと思います。その前に本日のスピーカーですね、3名再度紹介させていただきます。まずフラワーアーティストののりえさんと、東海 ADDP 事務局長の中村、そして私森木が、モデレーターとして入ります。でまずそもそもなんですけど、ラオファッションウィーク、ラオスでも大きなファッションウィークと ADDP がつながった理由っていうのを知りたいのですが、中村事務局長、はい、お願いします。中村です、こんばんは、よろしくお願いいたします。今日はつながったというか、今日参加いただいている伊藤先生ですね。伊藤先生つないでいただいたのは、というのは東海がですね、障害がある人たちのラオスでですね、さまざまな職業訓練をやっていたんですけれど、一つは、みんなのカフェで今売っているクッキーですね、クッキーで、もう一つは美容です。美容研修というのをずっと長くやってまして、 ADDP の職業訓練として、まあ、美容院をこう経営というか運営してるんですね。そこで、毎年毎年、講師専門家として、こうしてまあ、こういろいろ、ラオスの障害がある女性たちをこう研修生をご指導してくださったのは伊藤専門家ですね。でその伊藤先生のこの研修、美容の写真が出てるんですけれども、ここにですねお客様が、美容院のお客様がですね、いろんな方が来てくださっていて、伊藤先生もご存知の本当に駐在の外国の方だったり、ラオスのこうマダムたちだったり、そういう方たちが伊藤先生もそこで施術をしながら、ラオスの研修生がそこで、技術をこう学ばせていただく OJT、 まさにOJT ですね。そこで、出会いがありまして、ラオスのファッション業界というのが実はあって、まだそのラオス発展途上国なので、ファッション業界もね、のりえさんそうですよね、まだこれから生まれたばっかり、はい、卵みたいな感じで、ちょうど5年目になるんですかね、ラオスのファッション業界っていうものがこうだんだん盛り上がっていく。でその、そのラオスファッション業界を、いろいろこう束ねている方に、つながることができまして、なんとですね、美容の障害がある女性たちの研修生をぜひ、その華やかな、まあ、ファッション華やかな、まあ、現場ですよね。これ写真も見ていただくと、こうモデルさんがいたり、デザイナーさんがいたりって、そのバックステージでモデルさんのヘアをするこうヘアドレッサーさんとヘアのスタイリストさん、こうファッションの大きなそのファッションショーでは必要なんで、ぜひ ADDP のその研修生たちにぜひ参加してもらって、バックステージでこう美容、髪をこういうですね、こう素敵にモデルさんのこうヘアの担当やらないかっていうふうに声をかけていただいたのがご縁です。はい、それからまずそうですね、これバックステージなんです。モデルさんの髪を、私たちの障害がある女性たちがやっているところですね。はい、そうですね、はい、そこででもそれだけでね、のりえさん、それだけで終わらなかったんだよね。終わらなかったですこ, れでこれで終わり、素晴らしい経験を、本当に私たちの研修生もものすごくみんな、こんな華やかな世界は全く縁がない、本当に嬉しくて生き生きとやってたんですけど、これで終わらない。そうしたら今度ショーに5分間枠をくださったそれがまたその好きなように ADDP がここで表現をしてくれっていうふうに言ってくださって、その舞台があったんですよね、のりえさん。それが2016年。そうですね、はい、2016年からですね、はい、そうです、そうです。あ、のりえさんが初めてラオスを訪れた時から、はい、もうランウェイを歩き始めていた。そうなんですね。それが素晴らしいですよね。こうもちろん5分間ショーって言ってコマをくださったんですけど、そのラオスのファッション業界、この毎年のファッションショーのテーマがファッション、社会を変えるためのファッション、それがテーマなんですよね。なので私たちもその同じ、例えば ASEAN の素晴らしいデザイナーさんが来る間、同じコマで私たちの舞台を、ランウェイを歩かせてくれる。それね、のりえさん、驚きましたね、はい、驚きました。驚きましたし、はいはい、何よりそうそうみんながその障害を持ってる人がモデルさんとして一緒にっていうこともそうですし、そのバックステージということもそうでしたし、もう全てが、全てを温かく
皆さんが受け入れてくれて参加させてくれる、その環境が何よりもう全てがキラキラしてました。そうですよね。裏でこうモデルさん、素敵なモデルさんたちがまあいっぱいいらっしゃるんだけど、そこに例えば知的障害の私たちのモデルですね、ランウェイを歩かせていただいたその彼女たちが一緒にこうみんなと話してたり、車椅子の女性が普通にバックステージにいたり、ね、すごくインクルーシブでしたね。のりえさん、どうでしたか？そうですね、もう、まあ、写真ではあまりわからないんですけれども、本当にその片腕が使えない子も一生懸命その場でこう、はい、自分ができることを、とにかく自分ができることでそのモデルさんのために、そして自分のために、みんなのために、そのステージのために、何よりもこう思いを込めて一人のモデルさんを完成させる、はい、ね、本当にそれでもですね、まず何をさておきですね、ファッションショーですから、のりえさん、そうです、ファッションショーです、何をファッションショー ADDPA って感じだったんでそれから始まって、で私たちとしてはやはりもう総合芸術家、フラワーアレンジメントの素晴らしい専門家でいらっしゃったり、あとのりえさんがデザインっていうものもね、お勉強されてたっていうことが素晴らしかったです。そうですね、はい、すいません、ちょっと慣れないもので自己紹介がちゃんとできなくて申し訳ありません。はい、自己紹介お願いします。あと一応デザインは勉強させていただいていて、桂由美さんの経営されている学校で学んでおりまして、であとおばがバレリーナの衣装を作ってたんですね。で、おばに協力してもらいながらリメイクドレスという形でいろいろ作品として作らせていただきました。はい、毎回こう手作りのオートクチュール、いわば私たちも本当に限られた予算で申し訳なかったんですけれども本当にのりえさんの手にかかると、すべての古着、例えば古着でもそれがマジック、もう素敵な衣装に本当に毎回毎回素晴らしかったんですけど、ご苦労ものりえさんありましたよね。というか準備がいつも1ヶ月ないみたいな感じ。そうですね、1ヶ月ない、まあ1ヶ月寝ずに1ヶ月過ごしても、でももうとてもやりがいのあるテーマ、やりがいの、そう、最初のファッションウィークの時は準備期間が1ヶ月前に行くっていうふうに、あれ一番初めに話を、そのオーガナイザーさんが突然、ね、1ヶ月ですよね、8月に出ない、はい、って言われて、今日がもうあと3週間後みたいな感じでしたよね。そうなんです。でもその最初の時は高子さんが、伊沢さんが、はい、はい、伊沢さんですね、伊沢高子さんが着物についてすべてをこうもうマスターでいらして、ちょっと和を取り入れた着物をアレンジしたんですよね。はい、はい、そうでした。でそこにも障害がある人たちはもう本当に多様なんですね。東海は知的障害の人たちもいるし、はい、もちろん身体障害、肢体障害の人、車椅子の人だったり、ポリオの人だったり、切断の人だったり、それからですね、老の方ですね、老の研修生もいましたし、で本当にいろいろな障害がある人たち、男性も女性も出させていただきました。でもこの価値をラオスのファッション業界が、のりえさん、すごいですよね。これはもう大きなテーマに、例えば15人デザイナーの中に ADDP、インクルーシブ、毎年毎年、のりえさん、どんなプレッシャーでした？プレッシャーは本当に大きかったですね。プレッシャーというか、もうデザインさせていただけることは本当にありがたく、あとはそのみんなと一緒にできる何かっていうことをイメージしながら、ね、そして私はやっぱりそのお花という自然界の中のものというか、そこはぶれずにいたいなと、それだけでした。ね、本当に、ね、5年間ですね。5年間ですね。毎年、はい。昨年、一昨年の作品はみんなに自然界の絵を描いていただいて、はい、その絵をこうパズルのように組み立てて、でドレスをデザインして、そうです、画を描いてからこう制作にかかるという。
そう。それもちょうど知的障害のみんなですよね。知的障害のみんなにデザインの元の、ね、あ、ドレスの元のデザインをこう書いてもらったんですよね。はい。こちら。これは、2018年ですかね。あのスポーツ。そうですね。これ2018年ですね。はい。はい、この ADDP の。ブラウンブラザーで。はい。はい、どうぞどうぞ。すいません。大丈夫です。ね、え一つ一つあの今ダウン症 の, そ の, あの知的障害 の, あの東海の就労支援の方でこう活躍をしてくれていた女子たちなんですけど、あのドレスを着て彼女たちがランウェイに歩いた時の笑顔覚えてます？すごい、もう人生でもうこんなにあの素敵でこうワクワクしたことがないって彼女たち言ってましたね。ねえ、本当にあの素敵でしたね。ランウェイを歩いて堂々と本当に堂々と歩いてる姿が、うん、なんかこんなことが日本であったら素敵だなって思える、うん、なんかラオスって、ラオスファッション業界だけではなくて、そういう、うん、なんですかね、すべてみんな一緒、うん、なんか受け入れる土壌がありますよね。そのそうですね、ね、華やかなランウェイもそうだけど、裏で、私は裏にいたので、もうモデルさんとかデザイナーさんとかメイキャップのプロの人たちがもうみんな一緒にファミリーみたいに、ね、ファミリーみたいでした。そう、本当にあのだからああいう、なんていうんでしょう、本当に多様でインクルーシブなファッション業界っていうのがなんかワクワクしますよね。ワクワクしました。もう知的ちゃんたちとモデルさんは写真を撮りたく並んでましたしね。そうそうそう。のりえさん、こちら出てきました。この絵を描いてるところですね。あ、これ一昨年ですね、うん、はい。もう何よりみんなの絵がすごく可愛くて、ね、テーマをお願いしたんですけど、そのラオスにある植物っていうことと、うん、ラオビアを、まあ自然のものではなかったけれど、ラオビアと夕日と、そう、色のね、テーマを、そうですね、ラオスをテーマに、これがドレスになっちゃったっていうのがまた素敵、うん、ねえ、この本当に、これもこう、もちろんファッションショーの準備もそうなんですけど、前もってのりえさんがお題をねくださったんですよね。その先ほど言ったこういうテーマで、色ですよね、はい、緑とか、ね、ビアラオの色とか、ね、夕日とか、そういうあの色をテーマに何でも好きなものを描いていいよって言って、みんながこれは作成しているところですね。ありますね、はい。このワークショップもみんな楽しかったですね。こう楽しかったですね。もうなんか、うん、手が筆そう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 、ね、手にバンとこう色をつけて、でもそれも素敵なね、いい味のあるデザインでしたね。そうですね、本当に、はい、これはでも一番、うん、そうね、そう、限られた色しか使えないのに、例えば青だったらこの青系統だけ、赤は赤系統だけなのに、みんなすごい個性が出てて、それがあの見てて面白かったです。うん、ねえ、本当に面白い組み合わせを、こう色のね、うん、組み合わせとかも、のりえさんも絶賛されてたけれども、で、これがまたデザインにドレスになっちゃうっていうのが大冒険。このように見てください、皆さん。こう、またね、華やかで可愛いんですよ。で、すごく、で、あのランウェイも、その私たちが、このまさにデザイナーですよね。デザイナーはこの知的のみんなの知的障害のみんななんですよね。で、最後はランウェイね、のりえさんとデザイナーが、このちょうど写真ですね、あの右側がハッサディという男の子で、あのかなりあの重度の自閉症の男の子なんですけど、本当に、ね、緊張しながらランウェイ歩きましたけど、うん、のりえさんと腕を組ませていただいて、ねえ、ね、でも堂々としてましたね。堂々としてました。そしてなんかこう、うん、表情がこうところどころ笑顔になってくれるんです。そうね、ハッサリ絶対笑顔ないんですよ。で、そう、この時もう満面の笑みですよ。もうみんなが、ね、拍手を浮かべて、だから、そう、大丈夫かな。初めはね、あの歩くの、 あのお母さんとか心配してたんですけどね、ランウェイで突然。ね、気持ちがこうちょっと動揺しちゃったらって、もう堂々とハッサディ君は歩いてましたね。
デザイナーとして皆さんの拍手にこう応えながら、もう手を振りながら、はい、はい、ね、ね、素敵なデザイナー、はい、はい、初めてあのデザイナー側に完全に回った年でしたね。これあれ、桑原君、映像って出せますか？あ、ちょっとね、イメージを見ていただきましょう。はい、映像があるのでぜひのりえさんと振り返りながら。最初が知的障害の子が2人ですね、モデルになって歩きました。そうですね、知的ちゃん可愛い、このドレスもすごい、のりえさんが本当にこれは手作りのね、花びらの、これもリメイクドレスですよね。そうですね、花びらのいっぱいついた、実はテーブルクロスだっていう、うん、あ、そう元はテーブルクロスでしたね。すごいマジックだね。え、ね、二人とも堂々と決まってますね。恥ずかしがり屋ですけど、普段は。そうなんです。この二人がもう表情とかね、もうモデルさんなんですよね。角度とかがプロですよ。ねえ、この青の。うん。そうですね。青シリーズのこのドレスはみんなの。こう自信作をなるべく表面に出したくて、うーん、ねえ、このグラデーションのは八代先生夫妻に手伝っていただき、ねえ、なんかこの私たちのショーに参加してくれるまたモデルさんが。もうワクワクしながら、あ、ADDP のコマに私 ADDP のでショー出られますってわざわざ言いに来てくれるんですよね。みんなすごく ADDP のショーに出たいって言ってくれて、モデルさんたちが。そうなんです、ね、でこう衣装合わせの時もモデルさんがこれがいい、あれがいいってこう、うん、自分の好みとかもはっきり言ってくれるので、ね、そうそうそう、ね、なんかこの衣装は当日その場で決めたんでしたっけ、どのモデルさんにこれを着ていただくっていうのは。そうですね、この衣装はこのモデルさんにって、そうでしたね、うん、事前の打ち合わせがあったんですけどないような感じでしたね、うん、あ、ゆいが出てきたっていう感じですよね。ゆいちゃんにどうしても出てほしかったんです、うん、彼女をあの片足がまっすぐ立てないんですけれど、一生懸命ねえ、すごい色合いが可愛いドレスに、みんなこれはみんなで作ったドレスですもんね、うん、みんなで、そうですね、本当にみんな、みんな虫が、後ろに虫がいます。後ろに虫がいます。これをどうしても後ろにしたかったんです。これもあのランドマークホテルですね、ラオスで、あの結構最近できた大きいホテルですけど、そこで、はい、ね、なんかバックステージでもこの今回 ADDP のラーメンを歩かないモデルさんたちがこのドレスを見て、え、私も着たいっていうふうに言ってたのが印象的でした。ねえ、と他の、そうですね、他のデザイナーさんたちも皆さんもうすごく褒めてくださって、うん、みんなの絵をすごく褒めてくださって、うん、ね、こういう感じで最後にデザイナーさんが、うん、あ、デザイナーさんが出てくるとこです。ハッサディ君ですね、右側があの背の高い、人はですね、ジョブコーチさんですね。ハッサディといつも仕事を教えてくれる、うん、ね、ハッサディちょっと緊張してますけど、ノリエさんが優しくエスコートしてくださる。ポーズもするんだね、最後に。ポーズしてましたね、ポーズしてくれました、ハッサディ。あ、ちゃんとポーズしてくれ。そうそうそう、ねえ、ありがとうございます。いや、なんだかこう、ま、ちょっとまたうるっときますね、これ改めてその毎年毎年こう趣向を凝らして
あれですよね。ね、この間はあのつい最近のは、知的障害のみんなが描いてくれた絵をデザインしてものを衣装に。で、これはその前の年ですかね。これ前の年、そうですね。この時はスポーツで頑張っているみんながモデルさんで出てくれた年ですね。そうですね。これ2018年ですかね。歌手のラオスで有名な歌手の有田ちゃんともコラボしてすごかったですね。最後会場がもう拍手喝采、スタンディングオベーションで、これは本当にねすごかったです。いろいろちょうど東京2020もうあのちょっとオリパラ今年2021年になりましたけど、まだ2018年の時はもう2020東京2020みたいな感じだったんで、ラオスでパラリンピック出ようと頑張っているいろいろな競技、さまざまな違う競技の、その中心になるメンバーに出てもらったんですよね。どの森木さん、どのスポーツでしたっけ、代表でみんな出てくれたのは。車椅子バスケットボール、車椅子バスケ、水泳、陸上も出てましたよね。出てましたね。はい。そう、そのみんなが今度は一生、今までファッションとは縁が全くなかったスポーツ選手だけれども、彼らがのりえさんのデザインしてくださった素敵なまたドレスを着て、ランウェイを歩いたっていうのはまた素晴らしいです。で、それもこう視覚障害の全盲の選手もいましたね。白杖を着ながら。そうですね。はい。ねえ。こう写真で見るとあまりその障害ってわからないんですけど、うん。でもね、これは最後の、これあれですね。水泳の選手とかも、あれですもんね、硬い、下肢障害。そうですね。はい。切断のね、パラ水泳選手ですね。はい、でもみんな、こう、恥ずかしい、これメイクもしたんですよね、男性モデルは。ね、みんな恥ずかしいとか言ってたけど、最後は舞台でもノリノリでしたね。みんな、すごく盛り上がりましたね。最後は車椅子の。バスケットボールの選手がランウェイを、はい、車椅子バスケをこうしながら、バスケ車をこうしながら走ったのはもう一番、これはスタンディングオベーションの時ですね、きっとね。そうですね。もう本当にドレスのような恥ずかしいと言われながらもこれを着てってもう無理があるような衣装でしたけど、最終的にはみんななりきってくれました。なりきって本当にすごかったです。これは鳥肌が、なんていうんでしょう。ただこう、私たち ADDP がすごい大事にしている、やっぱり誰も取り残さない。みんなで、こう、みんなっていうコンセプトですよね。なんかそれを、ラオスのファッション業界の中心の人たちが、それをもう一緒に、私たちと一緒に共同しよう、一緒にやろうよってこう言ってくれて、こうやって時間を私たちの時間をいつもいつもくださってるっていうこと、なんかすごくいいですよね。ラオスの本当にさっきも言いましたけど、ファッション業界のこう誰も取り残さない、まさにみんなで盛り上げようっていう、ね、みんなでっていうことがもう本当にお客様もみんな一丸っていう、なんかそこが本当にいい国だなってね、え、場所も素敵だなって、そう、あ、そう、ラオス、のりえさんにラオスの、いいなっていうところとか印象に残ったところありますかって聞いたら、お話ししていただいてもいいですか。はい、みんなが分け隔てなくっていう、そうですね、はい、そうですね、ご近所さん、昔ね、日本もきっとそうだったんですけれど、ご近所もそのちょっと遠い方とかも、隣駅の人とか隣町の人とかもこう本当に分け隔てなく、こうおはようっていう挨拶からみんな家族みたいな感じになれるんですよね。はい、お帰り、はい、はいはいはい、それが今だと高子さん、高子さんがそうなんです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。分け隔てないってところ、ちょっと分け隔てなく、もう ADDP の寮の中でも寮生活の中でもそうなんですけど、その川の字になってみんなが寝ている、
でもそれもなんかこうギスギスしたところではなくて、そのそれが当たり前の世界であって、みんなと一緒に生活するということが、その朝ごはんから始まってお昼もそうだし、誰か一人が食べていないとみんなで心配して、うん、そうなんです。ラオスって一人ぼっちになれないんですよね。そうなんです。その一人ぼっちじゃ本当になんかあのうさぎちゃんじゃないけど、一人ぼっちじゃ生きていけないっていう、こう本当にそういう、そういうのが、例えば嫌だな、たまに一人になりたいなっていう人たちだとどうなのかなと思ったけれども、ラオスに行くと自然にね、そうなんですよね、人恋しくなりますよね。みんなが優しいから、うん、そう、言葉が分からなくても、言葉が通じなかったとしてもなんとなく分かってくれる。それがその冷たくない、みんなが温かく迎えてくれる、で笑顔が絶えない、なんかその日本でこう、ね、学生の中とかもいろいろあったりとかすると思うけど、そういう団体生活の中でも、あのラオス生活の団体生活は本当に家族のような、うーん、ちょっとこうスコールとかがあっても、みんなでその隣近所のお家に、あそこがまだ干してある、あそこがまだ干してあるって、こうみんなで心配して、みんなでこうお洗濯物を取り込まなくちゃっていうことを、そのお家の人以外の人もみんな心配してくれる。あるある、ラオスそういう感じですよね、うん、だからなんでしょうね、こうファッション業界すごくスノビッシュで、なんかこう美しいものが本当に溢れた業界でも、こうなんかすごく敷居が低いですよね。こう誰でもいいよ、みんなでやりましょうよっていうようなことは、まさにラオスならではですね。そうです ね、もう、うん、なんかこう ADDB スタッフが以前そのスタッフとしてバックステージにいたのに、突然あなたモデルやらないとか、そう、うん、モデル事務所に入ってる人じゃなくちゃいけないとかっていうこともない。ないですね。これなかったですね。なかったんですよね。一応モデル事務所、そう、自由です。日本だとそういろいろ気にしちゃいますけどね。そういう例えばお願いするにも、事務所がなんとかとか、洗濯物の時も勝手に声かけたら迷惑かなとか変に気にしちゃいますけど。ラオスはそういうのが全くっていうかないですからね。ない。当たり前のようにこうなんか困ってるから助けなきゃみたいな感じになります。だから日本は結構このなんかインクルーシブを心がけるようにしてますけど、ラオスでは本当にそれが当たり前のように自然と行われているなっていうの、そうです。なんかこうね、はい、いいこと言いました、森木さん。そう、なんかこう、なんかあえて日本だとインクルーシブ社会を作らなきゃっていうことをものすごく意識するでしょ。うん、でもラオスももともとあれもう自然に、なんて言うんでしょう、それはラオスの人のやす、まあ、なんて言うんでしょう、そういう意味での差別とかはない。もちろん差別ありますよ。あると思いますけど、受け入れるっていうことがすごく柔軟ですよね。だからこういう、これをだからあの見たあのこう一緒にやっぱりこうすごく喜んでくださって、これメディアでもたくさんねあの宣伝していただきましたけど、あのみんながまた今年来年何やるのっていうふうにねいつも言ってくれるっていうのがいいですよね。延々とのりえさん、デザイナー魂を盛り上げてくださいね。毎年みんな一緒にできることをご提案させていただきたいです。素晴らしい、それはもううちは感謝です。そののりえさんという素晴らしいあの芸術家でいらっしゃって、あの本当にあのランウェイに歩くみんなのためにいつもデザインをしてくださるもんね、うん、いつもこのどういうふうに表現しようかっていうふうに、なんかのりえ、それはやっぱりのりえさんじゃないとできないっていう思いませんか。もうでももう本当にそこになれるのは、うん、いや ADDP スタッフさんが私は大好きで、もう
八代先生ご夫妻をはじめとしてゆきさんも高子さんとの出会いも ADDP でいただきまして、恵子ちゃんも桑原くんも、まあ、今、ね、画面上に出ていない方たちもみんな本当にそのそれこそその分け隔てなく私を受け入れてくれたっていうことと、その信じてくれることが何よりも嬉しくて、私もみんなを信じてたいし信じてるしっていう、そのなんかそれもきっとそのラオスでできたこととか、まあ向こうに行かせていただいたことをきっかけに、そのインクレーシブルな世界とともにたくさんの出会いといろんな心得を学びました。すごいのりえさん、ラオスでありがたいですね。ありがとうございます。でもここであの森木さんあれですかね、皆さんどうですか、このラオファッションウィークにご縁のある方々に、はい、少しどうですかね、あの八代先生、あのあれですかね、オフにマイクをオフにされてる方たち、ね、お聞きしますか、はい、ね、のりえさんとの出会いとかも、出会いとか、そうですね、聞いてみます。前島会長が、あ、よろしいですか？伝わってて、私はとっても残念なことに、いつもあのラオファッションウィークの時にラオスにいなくて。そう、私もいなかったわよ。そうだそうだ、いつもいないんだ、この方たち。情報としてあの皆さんの活躍をこう映像や何かで見ながら、もう涙する、大変感動でした。それよりも何よりも、のりえさんと、のりえちゃんって私のりちゃんって言うんですけれども、あの 出会いがあったからこそこうしてファッションウィークに参加できる、あの ADDP が参加して皆様から評価をいただけるようなすごい存在になったっていう、のりえさんについて少し、あののりえちゃんのお母様と私は友達なんですね。で、大変のりえさんと双子じゃないかと思うくらい素敵な素敵なお母様です。で、あの思いが純粋で、のりえさんのお話をするとき、あの一緒に私はのりえちゃんに会ったときに、お花の精、あの分かります、お花の精ではないかと思うくらい、あの純粋な、年齢とかあの女性であるとかなんとかそういうことをこう超えて、のりえさんが持ってる魅力っていうのは、あの私はあなたのために、あなたはみんなのために、みんなはみんなみんなのために、何か私にできることっていうようなことを、あののりえさんは持っておいてて、お母さんもそれと同じような思いでいろいろな活躍をなさっていらっしゃるんですね。で、あのお花の、実はいろいろなところでお花の先生指導に当たられているんですけれども、あのそれも普通の生け花だけではなくて、お花に対してのこう愛情一つ一つ、今年今使うお花についてとか色についてとか、大変あのこう趣のあるお話をなさる素敵なお母様です。そのお母様の お子さんでいらっしゃるのりえさんは、もっとこうなんていうんですかね、あのエンジェルみたいなね、あのそばにいて、のりえさんも守ってあげないと、この人はどっかにさらわれていってしまうのではないかしらと思うくらい、純粋なあのこう別な次元のところで生きているようなとっても素敵な女性でした。それでラオスになっとしても、ラオスのこういう活動をしてるんだけれども、あのお母様は すごく協力して、実はコアバン県で桜をやってますけれども、桜のきっかけってのりえさんのお母様と私ともう一人の方でこう話してて、煮詰まって、あのいろいろお花を日本から調達して持っていく機会をのりえさんのお母様が作ってくださったんですね。で、持っていくにはどうしたらいいか、枯れないようにはどうしたらいいかと一生懸命考えてくれながら、それをいつもそばでのりえさんがあのお母様に協力をして、ラオスに少しずつ関わってくださった。その結果が、 ある日突然ラオスに行きましょうっていう話になって、 ADDP と関わることになったんですよ。そのくらい素敵なあの女性です。以上がのりえさんに対して私が初めてあの感じたあののりえ像です。今私もね、あのファッションショーには、あ、神さんと同じように現実には見てないんですけれどもね、こういうその映像を見たり写真を見たり、それから皆さんの話を聞いたりして、
なるほどな、一つの舞台は5分なんだけども、その5分のためにどれだけのみんなが努力をし、そしてチームワークを守りながら頑張ってきたのか、結果はつかの間のおひとときなんだけれども、そこまで積み重ねた努力っていうものがその5分に何百倍何千倍と大きく膨らむような形として心の中に刻むんだろうと思いますね。で、まあ障害を持った人たちも同じように華やかな世界を憧れるし、そしてモデルさんのような美しい姿で歩いてみたいとか、スポットライトを浴びてみたいとかっていうのは、これも当たり前の人間の心なんですね。そして、障害者だからなんだからということで今までは抑制されてきて、そういう時代はもうとっくに終わったわけですから、まあ何ができないというような感覚ではなくて、何ができるかっていうことを考えるとね、もうモデルさんであろうと何であろうと、障害を持っていてもなくてもみんな共生するインクルーシブな社会っていうものはもう目の前にやってきている。それをもうラオスが現実にノリエさんが乗り込んでいって作り上げつつある、まあ、いうような思いで非常に感慨を持っておりまして、私があと30年ぐらい若かったら、ノリエさんをプロポーズしてですね、共に人生を歩みたいなと思うくらい心が本当に感謝でいっぱいでございます。あの一つだけいいですか、気づいたことなんですけどね、日本もいろいろ素敵なことがたくさんあると思いますけれども、日本でできないこと、日本で例えばファッションショー、福祉関係の例えば施設がいくつか集まってファッションショーをするとかっていうことはたくさんあるような気がするんですけれども、本物のモデルさんがそこに参加して、そのモデルさんがお召しになってランを歩く衣装をノリエさんがデザインして、その衣装作りにまたADDP に関係している障害のあるみんながそれを一生懸命作ってる、そういう形は日本ではまだないと思うんですね。ですからこれをもっともっと、はい、日本に持ち帰っていろいろな人に見ていただいて、何か刺激になるといいですね。ラオスは素晴らしいと思いますし、そこまで育て上げたノリエさんに心から感謝をしたいと思います。これ終わりじゃないの、ノリちゃん、終わりじゃない、まだ終わりじゃない、今終わりみたいな夢みたいな言葉にだって、まだです、まだです、本当にコロナがね、コロナが今こんな状況ですので、そうなんですよ、ね、動きが取れませんけれども、コロナ明けに立派なファッションショーで、はい、来年目指してますね。以上です、はい、これは本当にラオスの、まあ、いわばパリコレや東京コレクション、東京今なんていうんでしたっけ、デザイナー、あれは東京ウィーク、なんていうんですか、東京の渋谷でやるこうファッションショーは今ウィークですよね、渋谷ウィーク、なんとか、そのラオスのファッションショーのことはね、コシモ純子さんにも言いましたよ。であなたも言ってね、ラオスで学んだらどうですかって呼びかけをしたんですけども、忙しくてちょっとまだ今のところ計画が立ちませんなんて言ってましたし、桂由美さんとなんか、ね、野さんそこで関係があるみたい、そういうことであるならば、そういう日本のね、その第一人者にもこういうインクルーシブな姿の中でのファッションショーというものはどんなに素敵かってことを、私たちがまた日本人に教えていかなきゃいけないような気がしますね。野江さんありがとう。もう一人いらっしゃいますね。もう一人参加された方がファッションショーに。伊沢孝子さん。伊沢孝子先生が。伊沢さん、いかがですかね。ラオスファッションウィーク。なんてでしょう。こう。ミュートになってますね、伊沢さん。伊沢さんは、こう、観客というより ADDP のスタッフ側で、ね、伊沢さん、今ミュートになってるんで、ちょっと聞こえませんけれども。ね、孝子さんもずっと、もう御年80歳ですけれども、そのファッションウィークもずっと立ちっぱなしで衣装を、はい、全部着付けをやってくださったんですよね、のりえさん。そうですね。ね。初めてね、参加させていただいた。のりえさんが寝ないで毎お花をね、ずっと作ってらっしゃった。もうあれは本当にいつ眠る大丈夫かしらと思うぐらい、ラウスのあの白いお花をね、何回も直して、そう、ずっともう睡眠不足、ずっとのりえさんは1週間の間平均睡眠時間が1時間です。そう、私はほらそんなにあれだ、着付けをだね、日本からも襟をつけたりいろんなことしていきましたけど、まあ向こうでね、皆さん、それから頭伊藤先生も
李藤先生のお花の頭の格好に、のりえさんがそのおはデザインしたお花を合わせて、その方たちに合ったね、あれにして、それで私はただ着物を着付けをしただけなんですけど、でも本当にあの1週間はね、あっという間の時間でしたね。もう本当に彼女はいつ本当に眠ってらっしゃる、それで何回もやはりその人の体に合わせたり、頭に合わせたりして、お花を作り返してましたね。だからあれが思い出されます。本当によくなさったと思います。伊藤先生もみんな、それはゆきさんもね、カフェになっていろんなことなさったじゃないですか。そメイクの方、それから私もああいうね、華やかなこと、いろんな楽器のことはしてましたけれども、時間に追われて、それで楽しかったんですよ、結局。それでなんだか新聞のインタビューを受けたりしてね。でもまあ私の人生にの中で楽しい時でした。ありがとうございます。高子さん、ありがとうございます。ご苦労様でございました。先生もどうもご苦労様でございます。ねえ、本当に、ねえ、あの、はい。あの、ランウェイを歩くのは、時間は10分もないんですけど、それまでのストーリーが本当にいっぱいありますよね。盛りだくさんです、準備が。本当に。はい、ねえ、あの、はい。はい、あ、なんかもう本当にこれまでいろんなあの物語がありましたけど、次のラオファッションウィークではとか、まあ、ADDP での活動でとか、なんかこれをやってみたいみたいなのってあったりしますか？これをやってみたいというのはですね、はい、そうですね、あのですね、うち姉たちもすごく器用なんですね。なので、はい、姉たちに、姉があのとってもちりめん大工というものを今作っていて、すごい可愛いんですよ。ちょっと今、ね、も手元に持ってくればよかったですね。なんかそういったものとかを、トイロ屋で、あとは、はい、あの、まあ、ミンネのページとか、そういうところでも、また広げられたらなと。いつの日か、あの、私もステージに立たせていただくことは、のりえ先生、大胆、大胆ですね。それ、大胆なオファーが来ましたけれども、いいと思います。ぜひ。クルーシブですから、いいんですよ。赤ちゃんとか、お孫さんみたいな子供を背負いながら、赤城の子守歌でも歌いながら。八代先生、ぜひ、あの、ね、最後に私と一緒に。はい、ああ、そうですね。ぜひ。いいですね。うん、ぜひ。歩かせていただきたいですね。いいですね。のりえさんに車椅子をしてもらいながら、老人が静かにラオスの街を歩く、考えただけでも夢があるじゃありませんか。いや、私はそのマダムに先の方で待っててもらって、私はそこに八代先生をこう押して連れて行って花束を渡すっていう、はい、八代先生今行きのプロポーズですね。またいろいろ考えていただいて、よろしく先生お願いします。どうでしょうか、森木さん。はい、ありがとうございます。楽しみですね、次のラオファッション。そう、あの、前回のファッションウィークの時にトイロ屋っていうブランドを仮で作ったんですよね。筋肉ウーマンなんかが出てきたし、面白いと思うよ。ありがとうございます。ところでこの鉢っていうの、鉢というのは何か、これですね、あの、新しくのりえさんと ADDP のコラボで、新しくその私たちファッションウィークに出てるじゃないですか。何にもほら、うん、ファッションブランド持ってないでしょ。だからこれから育てていこうっていう、これトイロヤ、銃の色の鉢です。トイロヤ、ヤはのりえさん、ヤは鉢にこれはしたんですよね。そうです、トイロヤ、この鉢です。八代先生、鉢、末広がり、はい、なんかこう、あの、ユダヤ語では神よっていう言葉らしいですね。ヤっていう、ね、いや、で、あの、のりえさん、トイロヤの意味をちょっと教えてください。どうしてトイロヤ、このイメージ、これから作ろうというブランドのイメージの名前はどうしてこれになったんでしたっけ。いろんな、まあ、十人十色ということをかけて、うん、なんかこうインクルーシブな、こう、そうですね、そうですよね、はい、ね、これが新しい、ね、ブランドですね。どんな、うん、どんな方でもというか、これもみんなでっていう意味を込めて、
どんな色の子がいてもどんな色の人がいてもいいではないかという。なるほどね。トイロね、トイロ屋いいですね、うん、なのでトイロ屋、これからトイロ屋でラオファッションウィークは新しい方、トイロ屋が今色がないでしょ、あの 墨字で書いてあるでしょ、墨字でしょ、あの、はい、墨字です、筆書きで、それを少しいろいろないカラーでこう書いたらいいかもしれないわね。あ、トイロ屋のなかなか面白い案です、うん、そう、トイロ屋、ぜひとってもいいと思います。なので これから育てていく、そう、育てていくトイロ屋なので、ね、あののりえさん、来年トイロ屋で何かまた新しいページをめくらなくてはいけないですね、私たちの、また新しいページを、はい、また、なので、なんかこれをこう物語に森木さんにしてほしいですね、私。なるほど、なるほど。いいと思う。森木さん、お願い。こうトイロ屋のこれから、まあ、ドキュメンタリーだよね、いわば。そうですね。これ、トイロ屋、これ、ASEAN。なんか、ラオファッションウィークは、パリコレですから、ラオスの。まさに、パリコレや東京コレクションっていう、ラオスでもトップのファッションショーなんですね、ファッションショー。そこで、トイロ屋がですよ、もし、あれ12カ国、ASEAN からも来てるんですよね、デザイナーさんが。そうです、そうです。なので、意外に。出席させてください。はい、ファッションブランド、トイロ屋、のりえさん。まあ、ファッションって言ってもいろいろありますもんね、のりえさん。もちろん、お花、そして、こう、まあ、アクセサリーもそうだし、いろんな何か作れそうですかね、デザイン。デザイン、そうですね。もういろんな、いろんな可能性があると思うんです。共にみんなでやっていけるっていう環境がもうすでに整っているので、もうどんな何とかっていうよりも、そのファッションっていうそのカテゴリー内でいろんな可能性があると思います。そうですよね、うん、伊藤先生にも、あ、もっともっと参加していただいて、何か新しい形を、伊藤先生、あのこのご縁を、ファッションウィークのご縁を作ってくださったのは伊藤先生ですか。伊藤先生、そうなんです、伊藤先生のお弟子さんたちがみんな頑張って今も活躍しているから、伊藤先生にはもう皆さん、みんな研修生たちにまた今こういうのが流行ってるっていうことも教えていただきたいです。あ、伊藤先生が、伊藤先生、お話ししてきました。伊藤先生、お客様大丈夫でしょうか。伊藤先生、なんかいろんな方たちとコラボいいですよね、トイロ屋で、うん、伊藤先生に、はい、伊藤先生ミュートになった静かに、今伊藤先生思いっきりどこかに、なんか車ねえ、なので、こう、これからみんなで作っていく。あ、伊藤先生。ねえ。面白い。いろんな形がこれからできそうですよね。のりえさんおっしゃったように、ファッションって別にお洋服だけじゃなくて、もう総合ですもんね。本当に総合デパート。何でも、こう、ファッションっていうのは本当にいろんなことを意味するじゃないですか。だから、ね、素敵なこれから、なんか新しい価値を作っていきましょう。ファッションショーを通じまして。ね、はい、もう次ののりえさんとの ADD トークのテーマはもうトイロ屋の発展についてトイロ屋がどうなってしまうか、その来年、ね、来年出場を目指してますからね、ラオファッションウィーク、はい、1年以上ありますよね。なのでこうトイロ屋、どういうふうにトイロ屋が5分間のドラマを作っていくか、これは皆さん見ものですね、ドキュメンタリー、はい、のりえさんには1年に5回ぐらい出ていただきましょう。ADD のトークありがとうございます。あっという間にもうあのお時間になってしまいました。ありがとう、ありがとうございます。本当にあ のりえさんの存在、そしてのりえさんの表現が、あのいろんなこととかもの人をつなげてくださっているのだなというふうに、あの改めて感じました。今日ありがとうございます。スースーのりえさん、コプチャイドリエさん、コプチャイドありがとうございます。で最後